今回は、川北実、砂糖の世界史を紹介します、うん。これはね、本当に世界史が好きな人でも、そうでない人にも読んでほしい本です。まあ、歴史というとね、なんか、人名とか地名とか、出来事を覚えるだけ、暗記するだけって思うかもしれないですけど、で、それで、歴史が楽しくないなと思っている人にこそ、読んでほしい本です。 で世界システム論と呼ばれるものに基づいて、えー、世界史について楽しくあそんな風に歴史って動いてるんだっていうのが解説されています。で僕はこの川北先生の授業を大阪大学の1回生の時にいわゆるパン教で受けました。で 本来もともとは僕英語学を専攻するつもりで大阪大学に行ったんですけども川北先生の授業に衝撃を受けてで僕は西洋史を専攻することになりましたでそこからが僕の人生の右右曲折の始まりだったんですけども何しろこの本はぜひとも読んでみてください歴史が好きな人もそうでない人も楽しめます